はい、ゆきです。それではね、前回に引き続き、エルサの方やっていきたいと思います。それはこちらです。はい、じゃじゃーん。はい、こちらもフィギュア2ゼロエルサです。エルサの方がなんかこの衣装、ドレス、このドレスがまた下が長いのよ、でかいのよ。結構裏こんな感じですね。あ、またシールが、はい、シール剥がしました。こんな感じですね、裏は。うん、もちろんここにはフィギュア2ゼロエルサって入っているんですけども、はい、中をね、早速ね、じゃあ開けていきましょうかね。こちらもね、はい、お待たせしました。テープをね、なんかさっきの前回のエルサじゃない、前回の穴ほどね、うんとやりづらく穴があったんだけど、やっぱ苦戦ですね。はい、オープンします。オープン。やっぱり回った。よいしょ。はい、お待たせしました。ここ開けましたね。チャラリラリン、オープンです。じゃあ中の出します。ちょっと待ってね。タッタタン、クシー。おー、中も空だね、やっぱ。うん、やっぱりこの後ろの表紙はつけっぱなしで、つけっぱなしですね。はい、ではね、早速これも取ってみましょう。よいしょ。はい、取りました。半分こパカ、チャラリラリン。おっと、こんな感じです。お、なんだこれ、これどうなってるのかな。取ります。よいしょ。ああ、そういうことか。びっくりした、何かと思ったらこれだね。なんか型が入ってました。はい、チャラリラリン、こんなです。このね、下の部分のドレスがすんごい大きいの、ほら、こんな大きいの。うん、こんな感じですね。うん、こんな感じです。ちょっと見ていいですか。これもなんかすごい、うん、あの作りはね、すごい満足いく作りしてますね。いい作りしてると思います。ただね、見えづらいんだけど、ここの辺にね、ここら辺に2箇所ぐらいに傷が入っているっていうね。なんで傷が入っているみたいなね。まあ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 いいけどね。まあいいけど、フィギュア自体はね、すごいやっぱりこれもいい作りですね。はい。なんかこれ、この下の長い部分のドレス部分っつの、ドレスじゃないな、このまあこの長い、これだよね。この部分がなんか落としたらこうなってるんで、バキンっていっちゃいそうな気もしなくもない。なんで気をつけないといけないかなって感じですよね。でもね、アナの時には謎のなんか一個部品があったじゃないですか。多分台にする部品だと思うんだけど、それはね、エルサの方にはないです。謎の部品みたいなのが一切。これがなんかこう、どうだろうか、これがね、こういった形で入ってただけで、うん、こんな感じでね、入ってただけでね、他のなんか謎の部品っていうのは入ってなかったです。はい、はい、ということでですね、今日はですね、前回に引き続きフィギュア2ゼロのね、アナと雪の女王のですね、今回はエルサの方を、開けてみました。気になる方はですね、下の方に、リンクの方貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。まあね、気になってる方もね、買ってる人が多いと思うんですけども、迷われたりする方でね、あとはどうしようかなって、買おうと思ったけど
ずっと忘れてたっていうことですね。結構作りがいいので、あの値段にしてはね、あのなのでこれを機に、またまたチェックしてみてね、欲しい方は買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。バイバーイ。